皆さんこんにちは、フーディーボーイです。このチャンネルでは今まで多くの寿司動画を上げてきたので、寿司好きな人が結構多いと思います。ですが実はこのチャンネルで一番人気の動画が、こちらの日本一の評価を受けている天ぷら屋さんであるニートメさんとなります。でありながらもこのチャンネルでは天ぷら屋さんをなかなか紹介してこなかったです。というのもいろんな業態と価格帯のお店がたくさん出てきたお寿司屋さんとは違って、天ぷら屋さんは超高級な名店か低価格帯の天丼の両極端しかないイメージです。そんな傾向もあってかなかなか足が遠のいていましたが、ついに今回庶民の贅沢と言えるぐらいの価格帯で最高の天ぷら屋さんに行ってきました。それが新しくできて人気急上昇というこちらの天ぷら浅沼さんです。天一という高級天ぷら業態の名店で修行されていたそうですが、研究熱心で独自の天ぷらを追求されていて、すでに唯一無二とも言えるスタイルを確立されてきています。具体的にどんな特徴で何がすごいのか簡単に3つに絞って説明します。一つ目が食材に合わせた衣。こちらは一つ一つの食材に合わせて衣を毎回ブレンドされています。普通家で天ぷらを作る時のことを想像しちゃうと、一気に作ってから揚げてきますよね。それもあってか店内は広くても席数が限られて、さらにプラチナシート化しています。そして衣を味わう天ぷらをコンセプトにされているそうで、とにかく薄い衣で軽く仕上げるという世界ではありません。むしろ衣が一見かなりついているように見えるものもあります。二つ目の特徴が口どけのいい衣。メレンゲのように卵と水を泡立ててシュワシュワっとすぐに溶けてなくなるようになっています。ニートメさんでも溶ける衣が特徴と紹介しましたが、そちらはまた別の溶け方で同じぐらいの速さで溶けていったような感覚です。これによって食材と衣のマリアージュが楽しめるようになっていて、衣を味わう天ぷらの進化が発揮されます。そしてメレンゲにしているのはこちらでしか見たことがないです。三つ目の特徴が火入れ。高温で一気に水分を飛ばした後低温に切り替えていくスタイルです。こちらはニートメさんと似ていますね。中には1時間かけてじっくり揚げるものもあります。そして揚げる時の音もどことなく似ていますね。しかし似ているといっても衣の溶け方の特徴がそれぞれ異なるので、どちらとも食べたらどちらも唯一無二という印象を受けると思います。そんな技術もあってかオープンして約半年でありながら、すでに予約がかなり埋まっているみたいです。しかし今なら昼の時間はまだ予約が取れる状況です。ちなみに昼も夜も同じお任せコースとなります。そのうち予約困難点になる可能性がかなり高いので、今のうちに予約しておくことをお勧めします。ですがいろいろとうんちこ言っても、具体的に何が出てきてどれぐらい美味しかったのかをお伝えしないと行く価値があるのかどうかわからないと思います。なのでこれからその日食べた全メニューを食レポと共に紹介します。まずはハトシ。ハトシというのは店主さんご出身である長崎の郷土料理のことで、エビのすり身をパンで挟んでから揚げるという中国から伝わったとされるものです。外側のパンはカリカリサクサクに揚げられていて超軽やかです。内側のエビはすり身といっても粗挽きのような感じで、エビの身がゴロゴロと入っているのがわかります。なのでエビらしいプリップリの食感もありながら、すり身のシームレスで柔らかくしっとりとジューシーな食感もあります。これはいきなり幸せな味わいですね。次はエビの足。少しだけ小麦粉をつけているそうで、そうすることで唐揚げっぽくなります。確かにエビせんべいの究極版みたいなサクサク感と強い香ばしさがありますね。また少しだけ身のついたような部分が軽くジューシーさもあっていいです。ちなみに塩は2種類あって、素材によって使い分けていきます。左の塩が旨味の強いもので、ミネラル感が強いです。なのでエビの足のような素材には旨味が保管されるようでいいですね。ちなみにもう一方の塩が手前にあるもので、旨味は抑えめで素材を生かす時に使うそうです。また塩を使い分けるのは食べ飽きないように工夫するという意図もあるみたいです。次はサイマキエビ。車エビの小さいバージョンですね。10センチ以下のものをサイマキエビといって、15センチぐらいのものを巻きエビといって、それより大きいのが車エビです。こちらではサイマキエビと巻きエビの食べ比べをします。まずサイマキエビはしっとりふわふわで柔らかいのが特徴です。なので溶ける衣とすぐに混ざり合って一体感のある味わいです。また巻きエビよりも甘みが強かったですね。次は巻きエビ。こちらはサイマキエビとは食感が全く異なって、弾けるようなプリップリのエビらしい食感です。
そして甘みもちゃんとありますが、先ほどと比べるとどちらかというと香りが強いのが特徴的です。同じエビでも大きさによる違いをはっきりと感じられます。そしてこちらは衣とネタの一体感というより、エビの弾力を感じながら衣が溶けていくのを味わうようなイメージです。怒涛のエビラッシュから始まって、この食べ比べは面白いですね。次は菜の花。こちらはなんと半分自家栽培です。どういうことかというと、小さい菜の花を仕入れて、その後自分で育てているそうです。そうすることで大きさと品質が均一になる上に、毎回浅摘みの菜の花が取れるということになります。当然これ以上ないぐらい超新鮮なものになります。それもあってか、心地いい苦味と青い香りがぶわっと鼻腔を駆け抜けます。そしてほんのり甘みのある天つゆと菜の花の甘みが混ざり合います。また筋や葉っぱの部分は食感が残るため取り除いてから揚げています。なので食感はサクッとした衣の後にトロトロふわふわな菜の花を感じます。これは口どけのいい衣と瞬時に混ぜ合わさって最高のマリアージュです。今回のメニューにはありませんが、茄子を提供する際なんかは皮の状態を見て硬いものは取り除いたりするそうです。このこだわりと仕込みはすごいですね。次はキス。こちらはキス自体がふわふわでジューシーな仕上がりなので、口どけのいい衣との一体感がすごいですね。口どけがいいといっても、衣は天つゆにくぐらせてもすぐにぐちぐちにはならず、サクサクの食感を保っています。そしてキスにありがちな水っぽさも全くないです。おそらく余計な水分を最初に高温で一気に揚げることで脱水されているのだと思われます。なので臭みも当然なく、キスならではの旨味が凝縮しているような感じで力強い味わいです。次は椎茸。肉汁が浮き出るほどジューシーです。そしてその肉汁はまるで椎茸の出汁の上澄みをすするかのような超上品な旨味と香り高さです。その上品な味わいを邪魔せず、味にアクセントを与えるように醤油と黒七味でいただきます。醤油によってほんのりとした甘みと、黒七味によってさらなる香り高さが加わったようなイメージです。次は白魚。こちらはなんと1匹ずつさばいて、頭と骨と内臓を取り除いてから揚げています。1匹が数センチぐらいで小さいので、寿司屋で重宝される新香を超えるレベルの大変さですね。しかもそれを何匹も重ねて揚げたものが出てきます。正気の沙汰ではないですね。ですがその仕込みによって白魚の苦味をゼロにしていて、甘みが普通の白魚では考えられないほど強いです。また何匹も小魚を束ねているといったら普通は骨骨しいイメージですが、こちらは引っかかる骨や内臓が全くないので、ふわふわに柔らかくて、まるで魚のすり身ぐらいシームレスで滑らかな食感もあります。そして中には白魚の卵を持っているものもあって、旨味も強いです。このような美味しくするための努力を惜しまない姿勢はすごいですね。次は餃子ニンニク。こちらは食べたらホクホクの食感とともに、内包されたパンチのある香りが湯気に乗っかってブワッと一気に感じられます。これは間違いなくビールですね。爽快すぎる組み合わせです。また見ての通り、外側に若干焦げ目がついていて香ばしさもあります。次は淡路島の新玉ねぎです。外側は見ての通りキャラメリーゼされていて、飴色玉ねぎ的な香ばしい甘さがあります。そして中から加熱した玉ねぎエキスの甘さが一気に爆発します。食感としては外側はカリカリの衣と、内側の玉ねぎはトロットロな部分とサクッとジューシーな部分が組み合わさって、複雑な味覚ですごい食べ応えです。いろんな玉ねぎの美味しさを一口で一気に食べるといった感覚です。次はフキノトウ。先ほどの菜の花よりも鮮烈な苦味と最高潮の青い香りが駆け抜けます。おそらくフキノトウだけだと苦味が強すぎると感じるであろうぐらいですが、衣によって見事にまろやかに調和されて、心地いいぐらいのほろ苦さになっています。次は人参。こちらは0度で半年熟成したもので、甘みの強いものです。それを1時間かけてゆっくりと低温で揚げます。そうすると外側はキャラメリーゼされて超香ばしい甘みがあり、芯はホクホクとしていて、まるでさつまいものような甘さです。しかも皮付きであえて揚げていることで土っぽい香りも加わっています。次はフグの白子。こちらは揚げた白子をさらに磯辺巻きにすることで、香りも食感も奥深くなっています。フグ料理屋さんでも白子天ぷらが食べられたりしますが、レベルが違いますね。食感としては先に海苔のパリパリ感が来て、その後に衣のサクサク感、そして白子のトロトロクリーミーな感覚が一瞬の間で段階的に感じられます。そして海苔の磯の香りと衣の油分と白子の旨味が一気に混ざって味わえます。これは反則級の味わいですね。次はアナゴ。衣はかなりカリッカリですが、見ての通り箸で半分に割れるほど、アナゴの身は超ふわふわになっています。こ
こちらもキスと同様に余計な水分が脱水されていて、アナゴの旨味が凝縮されています。そして脱水といっても身の中の水分や油はちゃんと残っているので超ジューシーです。このパサパサにまではいかない程度の絶妙な火入れ加減はすごいですね。次はジャガイモ。こちらは1年半熟成された北カムイという品種を使っています。北カムイというのは果肉が白く肉質が柔らかいため加熱後に芯が残りにくいとされている品種です。そして熟成によってデンプンの糖化が進みやすいそうで、もはやデザート的な位置づけになりうるぐらいの甘みです。こちらも 1.5 時間かけて低温でじっくりと揚げていきます。なので外側がカリカリで中はホクホクに仕上がっています。まるで食感のいい出来たてのスイートポテトのような味わいです。そしてここからは締めをマックス3種類選べます。私は当然3種類ともいきました。まずは卵天丼。こちらは半熟卵を素揚げにしてから天かすと甘いタレをかけています。いわゆる海外で作る目玉焼き、フライドエッグといったイメージのジャンキーな味わいです。崩して混ぜながら食べると最高の卵かけご飯です。次は天丼。こちらは芝エビのかき揚げに甘だれをかけたものです。そして締めだけのために寿司や顔負けの香り高くてまろやかな本わさびをすりおろしてくれます。かき揚げはタレの甘みとエビの甘みと衣の油でパンチのある味わいです。そんな食べ応えマックスのかき揚げをわさびが爽やかに調和してくれます。最後は天茶。先ほどの天丼と同じかき揚げでタレをかけずに茶漬けにしています。こちらには青糸という青のりの最高級品種を入れてあります。本わさびとお茶と青糸で最高に爽やかな香りです。そして芝エビの甘みはタレの甘みがないからか天丼よりも際立ちます。そして衣はそもそも薄いので天茶の中にあっても全くしつこくなく、ふわふわと溶けて馴染むような調和になっています。以上が天ぷら浅沼さんで食べた全メニューでした。18品出てきてコースは 16,500 円です。これだけのクオリティとかけている手間暇、品数を考えたらコスパ最強ではないでしょうか。この価格帯で最高の天ぷらが食べられるお店をずっと私は待っていました。行ってみたいな、美味しそうだなと思った人は高評価をお願いします。今後も今回のような動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた人はチャンネル登録もお願いします。それではまた。